ヒリングでしたけど、ついてくれました。そして2点目のディフェンスよーくご覧になってました。そうですね、武蔵が抜け出した後は常に狙ってたので、まあ、体育時間あったんですけど、まあ、今日フィーリング良かったので、思い切り出ました。それにしてもスパチョーク選手とナイスデビュー戦でしたね。まあ、本当に日頃から、すごく、一緒に、仲良くし試合しているので、チェックも、すごく僕の動き見てくれているのですごくやりやすいです。そして今日は新戦力6人のうちバカヨコ選手が PK 決めまして見事ゴールを決めました。新しい仲間が加わった新戦力のストーリーいかがでした？すごく攻撃の、バリエーションも増えてますし、アマとか、ジョルディもそうですし、ミングとかも個々の選手がいろんな自分の特徴を出してくれてるので、本当に新しいコンソールを、見せれてるんじゃないかなと思います。もう本当に僕たちは毎週毎週の崖っぷちで、勝つしかないので、皆さんの後押しのもと、勝ち点3取って、残留できるように頑張ります。よろしくお願いします。ここでこの試合最も活躍した選手に贈られる MVP 賞の発表です。 MVP 賞に輝いたのはミッドフィルダー背番号19スパチョースパチョーク選手には株式会社スプレス代表取締役加納真也様からスプレスおすすめふるさと納税返礼品定期便が贈られます。見事 MVP 賞に輝いたのは